小林優香は佐賀県鳥栖市出身の女子競輪選手。日本競輪学校第106期生。登録地は福岡県。ホームバンクは久留米競輪場。母親はバレーボールの元実業団選手で、この影響を受けて自身も幼少の頃からバレーボールに取り組み、熊本市立必ず吉館高等学校時代には2010年に行われた。 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会に出場した経験を持つ。しかし垂直飛びの記録が6 0トルを超すにもかかわらず身長が1 6 4トルとバレーボール選手としては小柄なためポジションは跳躍力をさほど必要としないセッターやリーベロに限られていた。このことが当人には不満で、 中学を卒業した時点でバレーボールには限界を感じていたが高校そして短大といずれもバレーボール部での活動を前提にした推薦入学が決まっていたことからその後も活動を続けていた2012年たまたまテレビで見たというロンドンオリンピック男子チームスプリントに魅了されガールズ競輪を志望することを決意佐賀女子短期大学在学中に競輪学校を受験し 同年12月20日、競輪学校第106回的選手権に合格。競輪学校では200メートルフライングダッシュ、400メートルフライングダッシュ、1000メートルタイムトライアル、2000メートルタイムトライアルの4種目について随時計測することになっているが、入学直後の2013年5月に行われた思想記録会で競輪学校の最高基準タイムをすべて上回り、 女子生徒として初のゴールデンキャップを獲得した。さらに、同年7月に行われた第1回記録会、同年9月に行われた第2回記録会でも全て上回り、男女通じて史上初となる3回連続のゴールデンキャップ獲得を果たした。これを受け、同期生の石井隆子とともに、通常の競輪競争における訓練とは別にオリンピック種目である、 チームスプリントを行うよう進められ、同年10月に立川競輪場で行われた第68回国民体育大会のエキシビションレースに出場、400メートル集長の日本記録を更新する56秒333をマークした。その後、石井と共に日本ナショナルチーム入りが決まり、2014年2月下旬に行われたトラックレース世界選手権出場を果たした。 2014年3月に、競輪学校を卒業。卒業記念レース決勝戦では1位に優勝を、さらわれ3位だったが、在校競争成績は58戦50勝の成績を上げ、第1位となった。2014年5月16日の岸和田競輪場で、デビュー戦を迎え、2着のマスモルルコに6者身ミの差をつけて、勝利。その後も、連勝街道を続け、 出走した、岸和田、慶応閣、松山、名古屋の各競輪場では、すべて完全優勝。同年7月18日に行われた青森での一戦に、勝利し、石井博子と並んでいたデビュー以来の無敗記録を、更新する13連勝を受立。さらに19日、そして決勝戦が行われた20日も勝利し、加瀬かな子と並ぶ15連勝をマークした。8月8日、 9日に行われた第1回、ガールズ・ケイリン・フェスティバルでも連勝。カセと並んでいた、連勝記録を更新し、初代優勝者となった。その後も連勝を続けたが、9月1日、西部園決勝で、かじた前に敗れデビューからの連勝記録は22で、ストップした。9月14日、ガールズ・ケイリン・コレクション前橋ステージで優勝。この結果、同年12月28日に、 岸和田競輪場で行われるガールズグランプリ2014の出場をデビューからわずか半年という早さで確定させた。その後も快進撃を続け、ガールズグランプリ2014までに再び22連勝を記録。しかし、年末の大一番であるガールズグランプリ2014では本命に押されたものの、まくり、不発で、 かじた、かに続く3着に沈み46戦目で、初めて連帯を逃してしまった。なお、この年2回記録した22連勝は、2017年に、かじた前に抜かれるまで、ガールズ系臨記録であった。かじた前は2017年3月7日に24連勝を記録するが、同じ開催で、小林も圧戦されており、翌8日の決勝では、逆に自身が、 カジタの連勝記録を止めた。2015年も年明けから4場所連続完全優勝をしていたが、3月の四日市競輪場の予選初日に奈良岡彩子に敗れ、デビュー以来続けていた予選連勝記録が37勝で途切れた。5月には別府競輪場で開催された全日本プロ選手権自転車競技大会中に行われたエキシビションレースで、 競輪学校時代も含めた地震初の落ち車転倒を経験する。3月6月のガールズ競輪コレクション、8月のガールズ競輪フェスティバルと優勝。9月のガールズ競輪コレクションは石井高子に敗れたが、年末のガールズグランプリで優勝。同年の年間獲得賞金を2976万7000円とし、地震初の賞金女王となった。なお、 この金額は男子も含めた全競輪選手2380人中35位に位置する。2016年は3月のガールズ競輪コレクション名古屋ステージで他の選手を落ち車させたため過失走行により失格と判定され、また小林自身も落ち車し意識不明のまま病院に搬送されたが大事には至らなかった。 この負傷によりその後の3月開催のレースをすべて欠場することになり、デビューした2014年5月以降続いていた月別優勝が22ヶ月連続で終了した。同年4月、UCI 承認トラックチーム、ドリームシーカーに発足メンバーとして参加。5月の同静岡ステージでは発送直後に左肩を脱球するアクシデントに見舞われたもののに、 格まくりを決めて優勝した。その後は、海外遠征先の台湾でも落ち射したため骨の移植手術を受けたことから、リハビリに専念するためレースは長期欠場したが、同年11月の久留米競輪場でのファイ競争から復帰し、3日間とも一着で優勝した。2016年の獲得賞金額は7528,600円であった。2017年は、 減量に励み、体重は20キロ落として65キロとしたほか、後輩の大田竜と共に、日本自転車競技連盟から、トラックレース短距離女子エリート強化指定選手として、指定されたため主に、ナショナルチームとしての活動に重きを置いたこともあり、伊豆の修善寺に住居を構えて、活動拠点として、練習を続けた。また、6月のアメリカでの競輪レースで優勝するなど、 海外遠征も増やしたことから、ガールズ競輪の出走回数は年間でわずか40、そうに止まったが、1着36回、2着4回と、すべてのレースで連帯し、年間獲得賞金は176,000円であった。デビュー以来2017年末までで193、そうし、1着176回、2着8回、3着4回、着外1回、危険2回、 失格3回。優勝は56回という成績を残している。2018年も引き続き、ナショナルチームとしての活動に重きを置いたことから、ガールズ・ケイリンの出走回数は抑え、年初から主に海外のレースに参戦。そのため同年のガールズ・ケイリン初出走は、前走から4ヶ月空いた3月の、ガールズ・ケイリンコレクション松山ステージとなったが、 最後の直線でまくり、追い込みを決めて優勝、ガールズ・ケイリンコレクション最多となる5回目の優勝を飾った。その後もガールズ・ケイリンは月1回の圧戦に抑えられた中で、7月のガールズ・ケイリンフェスティバル決勝で落ち写し負傷する。それ以降は治療と競技に専念したため2018年のガールズ・ケイリンはガールズ・ケイリンフェスティバルまでのわずか8層に止まったが、 競技では12月2日に行われたワールドカップ2018から2019の3戦目、ベルリン大会女子競輪において3着となり、短距離種目としては日本人女子で初めて銅メダルを獲得し表彰台に上った。2019年も前年同様、初戦は3月のガールズ競輪コレクション大垣ステージとなったが、 マクッタイモート弟子の小玉緑をさらにまくって一着となり、ガールズ競輪コレクション最多優勝記録を更新する6回目の優勝を果たした。4月28日、伊東温泉競輪場で開催された、国際自転車トラック競技支援競輪の最終日、第9レース、ガールズ競輪インターナショナル2019にて、ドリーヌ・ハンィー戦、マチルドグロといった、競合選手を抑え優勝。 ただ、競技優先のためガールズ競輪の出走機会が少なく獲得賞金額も少なかったことから、年末のガールズグランプリに出場するためには、競輪祭前半3日間で行われるグランプリトライアルでの優勝が必須であった中で、トパーズで優勝を果たし、ガールズグランプリ2019の出場権を獲得。ガールズグランプリには優勝した2015年以来4年ぶりに出場するも、 同郷の妹で死である小玉緑にめくられ3着に終わった。同年は13層のみであったが1着11回3着2回とすべて車検に絡み600万円ほどで終えた。2021年5月16日 UCI トラックネーションズカップ香港大会女子競輪でリサトシ氏を下し優勝、金メダルを獲得。日本人女子として 国際自転車競技連合が主催する国際大会の競輪では史上初の金メダル獲得であった。2021年8月東京オリンピック自転車トラック女子競輪準々決勝では6着に終わった。また女子スプリントでは予選の200メートルタイムトライアルで10秒711の日本新をマークし1回戦を敗者復活戦で勝ち進んだが 二回戦の敗者復活戦で敗退した。スポーツ新聞等のメディアでは、その勝率の高さから、怪物少女、怪物、絶対女王などと形容されることが多い。太ももの周長は68.5センチメートル。レッグプレスは最大500キログラムで筋肉トレーニングを行っている。ありがとうございます。